ファーストフードは手抜きだと思います。多分。さあさあ、この時間からは、FM ギノワンのスタジオから、ギノワンスタイルお送りします。今日もね、暑いですけど、ちょっと10分間今日も濃い内容をお伝えしていきますので、ぜひ聞いてください。では、早速、今日もゲストを来ていただいています。今日はですね、ギノワンの、マリーナの中に、海が見える素敵なレストランがあるんですけど、フィッシュテイルっていうレストランがありますけど、そちらから伊藤さんに来ていただいてます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、何度か行ったことあるんですけど、本当におしゃれだし美味しいし素敵なお店ですよ ね。風景がもうほぼ外国ですからね。そうですね。もうヨットとか海とかそういうのしか見えないですもんね。ちょっと非日常って感じですよね。はい、そんな素敵なお店なんですけど、最近はでもどうですか、営業の方。最近はもうコロナでもう、はい、お店の中にお客さん入れることできなくなっちゃったんで、はい、もう今は営業自粛というよりはお弁当だけでなんとか営業はつないでます。そうなんですね。以前からお弁当っていうのはされてたんですか。お弁当は1年前ぐらいから企業さん向けに配達でやってたんですけど、はい、まあもう今回はいよいよそれがメインっていう状況になっちゃったので、はいはい、いやーすごい、じゃあもう大変ですよね。いつもねこの店内で賑わってたと思うんですけど、じゃあこのランチとかになりますかね、やっぱりお弁当だったら。はい、もう朝早くから作ってます。へえそうやって対応されてるんですね。はい、で今日はイベント開催中ということで、はい、タイトルは弁当ランチ2ゴーインギノワンマリーナっていう。はい、そうですね。こちら昨日から開催されているところ。昨日から、はい、はい、もう昨日の11時からやってるんですけど、はい、まあいっぱい来ていただいて、はい、今日11時半に遅らせたんですよ、スタートを。あ、はい、なんですが12時で100食以上出てしまって、はい、12時過ぎに来た方には申し訳ありません、はい、売り切れですと。うわ、もう一気にですね。もうびっくりでした。こんなに平日で人来るんかなっていうぐらいいっぱいいらしていただいて、はい、なんかギノワンマリーナってこうコンベンションとかシティとかあって、で浦添からの道路もできた、このね道からつながってすぐの海側ですよね。はい、そうです。で、ちょっと入っていいのかなみたいな、なんか何ですかね、有料駐車場的な、ま、感じのところを通っていくんですよね。なんか一般の人入っちゃいけないみたいな雰囲気あるんですけどね、はいはい、うん、実際は海に行くためにあそこに止めていただいて全然大丈夫なんですよ。はい、まあ、一応有料で300円かかるんですけど、はいはい、まあ、でも今回はそこであえてはい、イベントをしてみようかなと思ってやってます。はい、で、この駐車場でお店を出されてるんです。そうですね、お店というか、うん、こう屋台っていうか、そう、うん、まさになんかそう言っていただいた方が分かりやすいかもしれないですね。うん、いろんな店舗の浦添と宜野湾の店舗さんに今回は声をかけさせていただいて、はい、同じように店舗の中ではもう営業できない、あんまり人入れられない、はい、お客さん、ごめんなさいね、オーナーさんか、飲食業で、うんうん、オーナーさんたちを集めて、はい、でお店の方でお弁当を作って持ってきてもらう、はいはい、で販売場所をうちのギノワンマリーナの駐車場で、うん、みんなで一斉にこういろんなお弁当を並べて売ってるんですね、はいはい、今ね。うわー、すごいいいですね。そうだ、マリーナに来ていただければ、はい、いろんな種類の弁当が食べれるっていうのがテーマですね。めっちゃいいと思います。なんかもうだだっ広いじゃないですか。そう、もう何百台も止めれるじゃないですか。そう、もうあそこ300、400余裕で止めれますからね。はいはいはい、うん、だからもう絶対密にならないだろうし、ならないですね。はいはい、うん、でまあ、あくまで今回はそれをドライブスルーっていうテーマでやってるので、うん、なるべくこの車から出ないで、はい、でその車の中から注文とか事前にフェイスブックとかでね注文していただいて、はい、その注文したものを取りに行くだけっていう形でやっていただけると一番スマートな。すごい。じゃあ並ばなくてもいいぐらいですか。もう事前注文していただければ並ぶ必要は全くないので、うん、そうすればもう絶対密はないですね。わあ、じゃあお昼にこうなんか海見ながらね、こう待ってる、もし待つとしてもいい景色見ながらね、うん、ま、そう、車の中からお待ちいただいてる間は、うん、ただ今回はイートインが禁止なんで、あ、はいはい、もうあくまでドライブスルーっていうことで、うんうん、もう受け取ったらすぐ出ていただかなきゃ
といけないんですけど、まあ、若干このヨットハーバーのヨットとか海の雰囲気は見ていけるんで、ね、今度またコロナが終わった時にはぜひ2階に綺麗なレストランあるんで、はいはいはい、その時はそっちの方に行っていただいて、今回はこのいろんな種類のお弁当を楽しんでいただく、はいはい、2週間やりますので。じゃあドライブスルーなんで別に駐車料金もいらないですよね。そうですね、今回はもうスルーなんで、あの駐車料金は無料です、はいはい、駐車じゃないので、はいはい、ですので無料で入っていただけます。はい、めっちゃ素敵です。じゃ あ, あの今ちょっと SNS から注文ということもあったんですけど、はい、これもいいですよね。この忙しい人には注文しておいて受け取るだけということで、うんうん、こちらはどの何で検索したら、フェイスブックですよね。そうです。フェイス、はい、今はもうあのこれも結局人を集めすぎちゃいけないので、はい、今回はフェイスブックの中の、はい、テイクアウトグルメ沖縄さん、はい、そのコミュニティの中で告知をしてます、はいはい、でそこで記事を見ていただいて、うん、メニューを見ていただいて各店舗さんにお電話だったりコメントとかでね、あのメールであの注文していただいて、で事前にやっていただけると、はい、今日みたいに来たけどもう何もないということがない、はい、うんうん、必ず受け取れるっていうことになりますので、はい、でまたスムーズに受け渡しもできるので、はい、ぜひそれを使っていただいてですね。あとツイキャスひふみさんが、フィッシュテールの伊藤さんお疲れ様です。フィッシュテール一度は行ってみたいお店ですって。ありがとうございます、まあ、フィッシュテールのお弁当気になるって来てますね。あ、そう、お弁当、うちのお弁当は、はい、でもフィッシュテールってイタリアンスペインなんですけど、はいはいはい、お弁当は実はもう和食とか台湾料理とか、すごい気になりますよね。絶対美味しそうです、はい、でフィッシュテールの弁当以外にも他にも出店があるんですね。さらにドライブスルーっていいってきてます。ありがとうございます。だからいろんなお店のやつがこう一度に返しているので、そうですね、もう今言っちゃうと時間足んなくなっちゃうので、ぜひフェイスブックの方で確認していただきたいなって思うんですけど、テイクアウトグルメ沖縄、沖縄はアルファベットで、はい、ね、そこに行っていただくとどんなお店が出てるかっていうのが分かります。はい、で、ね、この期間がいつまででしたかね。これがですね、昨日から始まってまして、はい、28日の金曜日までですね。ただ土日はあの開催をしないっていうのが、はいはい、あの今回の趣旨でして、うん、どうしても土日は人が集まりすぎちゃうので、はい、密になっちゃうので、はいはい、なので平日のみの開催になります、うん、はいはいはい、月から金までやってるってこと で、はい、で今日みたいに本当すぐ売り切れたっていうことなんですけど、ね、もうまさかの、ね、なので今もお客さんももちろんぜひ来てほしいんですけど、それよりもあの浦添宜野湾近辺 の、 あのお弁当を売っている飲食店の皆さんにぜひあの出店をしていただきたいなと。もう10食ぐらいでもいいん で、 で今回はあの今週に関しては出店料無料でやってるので、もう出来上がったらすぐ持ってきていただいて、でまあ連絡さえいただければ、うんうんうん、満車になっているときは、ね、10台までなんで10店舗まで、はいはいはい、それ以上になっちゃうとちょっと密になっちゃうので、10店舗目からはちょっと待っていただかなきゃいけなくなっちゃうので、はいはいはい、まあ、事前に出店の店舗さんも連絡いただいたらスムーズに、じゃあ特になんかこう飲食今までお店で営業してたけどもうちょっと弁当に切り替えたっていうお店とかにぜひ参加してほしいですよね。そうですね、はい、わかりました。ぜひお店の方今日はじゃあ連絡はどうしたらいいですか。はい、僕が担当になってますので、はい、フィッシュテールですね、電話番号も言っていいんですよね、はい、098-898-3600098-898-3600の伊藤まで、はい、あの連絡いただければお話できますんで。はい、分かりました、ありがとうございました、はい、今日は弁当ランチ to go in 宜野湾マリーナについてフィッシュテールの伊藤さんに教えていただきました。はい、どうもありがとうございます。すごいいい企画だと思います。あ、もう嬉しいです、そう言っていただけて、ね、はい、もう場所もいいし本当にぴったりだと思います、ね、今後沖縄全土で全体でやっていけたらいいなと思います、ね、元気出ますね、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。なんとか久々のラジオだって緊張しました、ね、あ、ありがとうございます、ありがとうございました。はい。後から一応全部伝わりましたかね。だいぶ宣伝になったと思います。伝わったかな。なんかいいですね。ツイッターで。今。
アウトグルメ。配信はもう終了したんですね。あ、まだか。あ、はい、まだ。ちょっと文字打ちます。ありがとうございます。アウトグルメ。沖縄。はい、そうです。今、あって書いてあるところの一番上に書いてあります。これでいいでしょ。あ、どっちですよ。赤ぶっちゃってる。これ。はい、そうです。そうです。うん、はい、そうですね。これがフェイスブックの中のこのコミュニティです。はい。はい、いいですね。知り合いのお店紹介しましょうか。ぜひですね。ああ、はいはい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ぜひ一度来てみてください。あ、はい、行きたいです。注文してからね。あ、ぜひぜひそれで。なんかクイーンズボロキッチンに聞いてみますねって来てます。クイーンズボロキッチン調べてみます。はい。早速行ってきましょうかね。あ、